この最後の真剣時代の初頭に、私たちは全世界に福音を述べ伝えなければならないと主ははっきりとおっしゃいました。1831年に少数しかいなかった真剣者に言われたことと同じことを主は現在多くの真剣者に言っておられます。年齢や能力、教会での召し、または住んでいる場所に関係なく、私たちは主の再臨前の人の借り入れの技に皆等しく勝されているのです。どこにいようと、主の真剣の中でどのような義務を受けていようと、私たちが全世界に福音を携えていくという目的において一つとなれるように、また人々が罪から清められ、私たちと共に神の王国に入って幸せになれるように祈ります。